こんにちは。神奈川県政未病ナビゲーターの橋本葉月です。今日は神奈川県大井町未病エクスプラザにやってきました。ここでは体力年齢をチェックしたり、楽しみながらライフスタイルを見直すことができる体験型施設です。それでは私もバランスチェッカーに挑戦します。きつい。はい、今私も試してみましたが、骨盤など体に歪みがあるとバランスが崩れて今のチェックでぐらついたりします。今日はその歪みを改善するストレッチをご紹介していきます。はい、では骨盤の歪みをチェックしていきたいと思います。まずは足を前に出して座ってみてください。ここでかかとの位置を目で見て確認しましょう。右側左側短い方をインプットしておきます。では膝を立てて、そして背中をついてリラックスしていきます。鼻から息を吸ってお腹を大きく膨らませ、吐くときはお腹がペタンコに落ちていく呼吸を繰り返します。なるべくこの呼吸を繰り返しておいてください。では今度は右手で右の膝をつかみます。反対の足は伸ばしていきましょう。ここで膝をくるーんと回しながら、この時に左手は骨盤、腸骨と言われるあたりに手を添えておきます。ここで反対の腰がぐらぐら動くほど、この股関節回さなくて大丈夫です。気持ちいい程度、気持ちいいなと思うところで円を描いていきます。ではこの膝反対回ししながら、呼吸もたっぷり吸って、そして吐き切っていきましょう。股関節を緩めます。では左手膝を掴んで左の床、右肩残しながら息を吐いて、ふわーっと力を緩めて吐き切る呼吸。この時にギュッと力まないように注意していきましょう。あくまでも脱力していきます。今度は腰を床に戻して、そして太ももお腹側に抱えます。この時反対の膝が曲がる方はかかとをしっかりと押し出して、つま先天井か少し外側に向けておきましょう。恥骨周りの筋肉も刺激します。ここから太もも脇腹の方に抱えて、この時反対の腰が浮くほど横にしなくて大丈夫です。気持ちいいなというところで抱えておきます。そして思い切り右のかかとが短かった方は蹴り出してください。この時に抱えてポンと蹴るのを何回か続けてみてみましょう。そして反対側も同じように行ってみてください。では膝を立ててゆっくりと起き上がった時に、もう一度かかとをチェックしてみましょう。短かった方揃っているかと思います。今度は膝を立てて膝の高さをチェックしてみてください。右と左の高さが違う方もいらっしゃるので、まずはチェックです。もう一度鼻から息を吸ってお腹を大きく膨らませ、そして吐き切る呼吸、この呼吸も繰り返していきましょう。そしたら膝をゆらゆらと揺らしていきます。この時に仙腸関節と言われる背骨と骨盤を結ぶ関節、このあたりに手を当ててゆらゆらと揺らしてみてください。お尻の緊張がある方、また右と左使い方が違う方、お尻の方凝っている場合があります。その凝りがお尻の形、左右の形を変えてしまうので、気持ちよく老廃物が流れるようにほぐしていきます。だんだんと深く倒せる方は倒していきましょう。今度は大臀筋と言われる大きなお尻の筋肉にも手を当てていきます。呼吸を入れながら気持ちよく1分ほど揺らしてみてください。終わった後は膝の高さをチェックしてみましょう。右と左の高さ少しずつ揃ってくるかと思います。骨盤は日々の癖で歪みやすいので、毎日この運動を寝る前に取り入れてみてください。エクスプラザでは他にもいろいろなチェックができますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。